Bonjour, c'est Peggy. 皆様、こんにちは、ペギーです。本日のフランス語の動画では、le とか lui とか、フランス語の間接目的語の代名詞とか、直接目的語の代名詞、これらをフランス語の文中でどういう順番で言っていけばいいのか、これについて話していこうかなと思います。で、実際にどういうことかと、ちょっとまずは例文から見ていきましょう。例えば、フランス語で、あなたにこれを渡すと表現するときには、皆さんなら、je te le donne と言いますか？それとも、je le te donne と表現しますか？これは、je te le donne が正解です。なぜなら、このあなたにというのは、à toi とか à vous。これを省略すると、te になります。認証代名詞、te。そして、これという部分は、le になります。で、この場合には、間接目的語の à toi が、直接目的語の前に来ます。je le te donne ではなく、je te le donne。te が le の前に来ます。まあ、これはまあ、口頭会話でよく使われる文章なので、まあ、皆さんよくわかるかなと思います。じゃあ、彼にこれを渡すと表現するときにも、je lui le donne となるのでしょうか？これは実際には、je lui le donne とは、まあ、フランスの地方によっては言うところもあるらしいですけど、一般的には je lui le donne ではなく、je le lui donne となります。この le、直接目的語の部分が、間接目的語の à lui の lui の前に来ます。で、これがちょっと難しいと思うので、今回の動画では、まあ、クイズとかも交えて、この、直接目的語と間接目的語の代名詞の順番を一緒に見ていこうかなと思います。で、今回の動画で使う直接目的語は、るとか、らとか、れ。そして間接目的語は、あ、もわ、あ、とわ、あ、るいを省略した、む、と、るい、ぬ、う、るの6つです。で、他にも、おんとか、いという代名詞が存在しますけど、これに関してもちょっと話してしまうと、まあ、ごちゃ混ぜになって動画が長くなってしまうので、必要であれば、まあ、別な動画で、おとか、いの順序とかについて話そうかなと思います。それでは、まずは、一人称と二人称の場合の順番について話します。この一人称と二人称というのは、間接目的語、あもわとか、あとわ、もしくは、あぬ、あぶ、ここが一人称か二人称の場合です。この場合には、この間接目的語、む、と、ぬ、うは、直接目的語のる、ら、れの前に置かれます。例えば、je donne mon cahier à toi。je donne mon cahier à toi。君に僕のノートを渡すよ。まあ実際にフランス語の自然な口頭会話では、je donne mon cahier à toi ではなく、je te donne mon cahier と、すでにこの à toi の間接目的語の部分は te として使われますけど、今回はあくまでこう理解しやすいように、je te donne mon cahier à toi と、わざと à toi と書いてます。実際には je te donne mon cahier となります。で、この君に僕のノートを渡すよを省略して書くと、je te le donne ということが可能です。この te の部分が間接目的語、そして le の部分は mon cahier を表しています。モンキャイエというのは男性名詞なので、ルになります。で、仮に、このモンキャイエではなく女性名詞であった場合には、ラ、そして複数形であった場合には、レになります。je te la donne とか、je te les donne。君にこれを渡すよ。他にも、ペギコ offre des cadeaux à vous。ペギコ offre des cadeaux à vous。これも、à vous というのは、間接目的語の v、複数形の二人称、もしくは丁寧な言い方の二人称になります。ペギコ offre des cadeaux à vous。自然な会話ではペギコ vous offre des cadeaux になります。で、この des cadeaux の部分は直接目的語で複数形なので、les として省略することが可能です。ペギコ vous les offre。この場合にも、間接目的語の認証代名詞、vous は直接目的語の代名詞、les の前に来ます。ペギコ、vous les offre。
なぜなら、この間接目的語の V の部分が二人称だからです。一人称と二人称の場合には、間接目的語は直接目的語の前に置くと覚えましょう。で、冒頭でも話しましたけど、三人称の場合、つまり、lui とか leur の場合には、なぜかフランス語では順序が逆になります。つまり、直接目的語、le, la, les が、lui とか leur の前に来ることになります。まあ、これは地方とかによってもちょっと変わるらしいんですけど、一般的にはこういう風になってます。で、理由については、まあ、いろいろペギーも、こう、インターネットとかでいろいろ探してみたんですけど、まあ、いろいろ研究論文も書かれてるくらい複雑で、誰にもよくわかっていない。とある一説では、まあ、je la lui donne の方が je lui la donne より言いやすいからとか言われてるんですけど、まあ別な地方ではちゃんと je lui la donne とか言ってたりするので、まあどれが正しいのかよくわからなくて、まあ研究してる人がたくさんいるらしいですね。なので、まあ皆さんは深く考えずに、三人称の場合には、直接目的語、le, la, les は間接目的語の前に置かれると覚えちゃった方が楽だなと思います。例えば、Je donne ma pomme à Peggy. Je donne ma pomme à Peggy. これは、ペギーに僕のリンゴをあげますということになります。Je donne ma pomme à Peggy. の pomme の部分は直接目的語で女性名詞なので、la に省略することが可能です。で、à Peggy というのは三人称なので、lui に変換することができます。これはペギーが男性であっても女性であっても、lui になります。je la lui donne. je donne ma pomme à Peggy. je la lui donne. 彼にこれをあげます。彼にリンゴをあげます。je la lui donne. この直接目的語の la は間接目的語の前に来ます。他にも、vous achetez des fleurs à Peggyco. vous achetez des fleurs à Peggyco というのは、あなたはペギコに花を買います。あなたはペギコに花を買っています。Vous achetez des fleurs à Peggyco。この場合にも、des fleurs という直接目的語は複数形なので、les として代名詞を置くことが可能です。そして間接目的語は、ペギコですけど、これは女性でも lui になるので、vous les lui achetez となります。あなたはペギコにそれらを買います。vous les lui achetez。一つだけ注意点を挙げるとすると、この命令形の文の時には、必ず直接目的語が間接目的語の前に来ます。これは一人称、二人称、三人称すべて一緒です。命令形の文の場合には、直接目的語は間接目的語の前に来ます。例えば、donne ces clés à moi。その鍵を私に渡しなさい。donne ces clés à moi。それは donne les moi と言い換えることが可能です。直接目的語の鍵、セクレは les。そして間接目的語は à moi は moi になります。donne les moi。同じように三人称の場合にも donne ces clés à Peggy。その鍵をペギーに渡しなさい。donne les lui。これは donne lui les とならずに donne les lui となります。先ほどの場合にも donne moi les ではなく donne les moi。なので、一人称、二人称、三人称の場合にも、命令形の文の場合には、直接目的語、le, la, les は間接目的語、moi, toi, lui の前に来ます。で、一個だけ、まあ本当にややこしいんですけど、否定形の場合にはその限りではありません。否定形の場合には、ne me le donne pas、ne lui le donne pas。ne me le donne pas の場合には、この à moi、間接目的語は直接目的語の前に来てます。ただし、ne le lui donne pas の場合には、この le という直接目的語の方が前に来てます。まあ、めったにこんなややこしい言い回しを使うことはないので、これは片隅にだけ置いておけばいいかなと思います。それではまあ、長々と話してきましたけど、いよいよクイズをやっていきましょう。これは、まあ、文章を読み上げていくので、代名詞で文をちょっと省略、簡略化してみましょう。一つ目の文は、Peggy enseigne le français à Peggyco。Peggy enseigne le français à Peggyco。
ペギーはペギ子にフランス語を教えてます。これを代名詞で置き換えてみましょう。Il le lui apprend となります。この il le lui apprend の le の部分は le français の部分です。で、lui はアペギ子を表しています。今回の場合にはアペギ子というのは三人称なので、この間接目的語、アペギ子の lui の部分は直接目的語の後に来ます。il le lui apprend。続いて、Je montre la tour Eiffel à des amis. Je montre la tour Eiffel à des amis. 友達にエッフェル塔を見せています。Je montre la tour Eiffel à des amis. これも代名詞を使って簡略してみましょう。これの場合にも、Je la leur montre となります。この à des amis の部分は複数形ですけど、これも三人称なので、結局は間接目的語は直接目的語の後に来ます。Je la leur montre。Je leur la montre ではなく、Je la leur montre となります。続いて、Tu m'as offert un beau cadeau d'anniversaire。君は僕に素敵な誕生日プレゼントをくれました。Tu m'as offert un beau cadeau d'anniversaire。この場合には、tu me l'as offert となります。この me の部分は、もちろん最初の tu m'as offert の me ですね。私、tu as offert à moi。僕にくれました。そして何をくれたか。un beau cadeau d'anniversaire。素敵な誕生日プレゼント。これは省略して、le にすることが可能です。ただし、まぁ、ちょっとだけ面白いのが、これは avoir を使っているので、この avoir の a の前に、代名詞を置く場合にはアポストロフになることが多いです。tu me as offert ではなく、tu m'as offert。そして、l にした場合には、tu me le as offert ではなく、tu me l'as offert となります。で、今回の場合にも、un beau cadeau d'anniversaire というのは、その à moi という部分、間接目的語の部分が一人称になっているため、間接目的語の方が先に来ます。Tu me l'as offert. Tu le m'as offert ではなく Tu me l'as offert になります。続いて、Nous avons conseillé ce restaurant à Peggy et Peggy Co. Nous avons conseillé ce restaurant à Peggy et Peggy Co. Peggy と Peggy Co にこのレストランを勧めました。とか、Peggy や Peggy Co にこのレストランをお勧めしました。という意味の文章ですね。Nous avons conseillé ce restaurant à Peggy et Peggy Co. これを代名詞を使って省略すると、Nous le leur avons conseillé となります。Nous le leur avons conseillé の le の部分は ce restaurant。そして leur というのは à Peggy et Peggy Co となります。今回は à Peggy et Peggy Co。こう二人いて三人称なので、この間接目的語は直接目的語の後に来ます。Nous le leur avons conseillé。Ne dis pas ces secrets à Peggy Co. Ne dis pas ces secrets à Peggy Co. これは、ペギ子にこの秘密を漏らすなという表現です。Ne dis pas ces secrets à Peggy Co. これは一応命令形にはなってるんですけど、否定文なので、さっきとルールは変わりません。ces secrets の部分は、直接目的語として、れとして言い換えられます。そして、アペギ子というのは三人称の間接目的語で、lui という人称代名詞を使うことができます。ne le lui dis pas。これは、アペギであっても、アペギ子であっても、まあ女性系であっても、男性系であっても、lui になります。ne le lui dis pas。ne lui le dis pas ではなく、ne le lui dis pas となります。で、一人称の場合にはどうでしょう。Ne dis pas ce secret à moi. Ne me dis pas ce secret. この me の部分の場合にはどうでしょうか。僕にその秘密を漏らすな。Ne me dis pas ce secret. まあ、この場合には、me というのは一人称の間接目的語なので、一人称の場合には間接目的語が直接目的語の前に来ます。なので、ne le me dis pas ではなく ne me le dis pas となります。
のルーはスセクレです。で、ne dis pas ce secret à Peggy とかだった場合には、ne lui le dis pas ではなく、ne le lui dis pas。一人称と二人称の場合には、ne me le dis pas とか、ne te le dis pas。まあ、ちょっと難しいですね。ただし、こういう感じで、一人称、二人称の場合には、ne me le dis pas、ne te le dis pas。三人称の場合には逆になるので、ne le lui dis pas となります。こんな感じで今回はまとめます。一般的というか、まあ、一人称、二人称の場合には、まずは主語、そして、me, te, nous, vous。この間接目的語が来ます。それに続いて直接目的語の le, la, les が入ってきます。最後に動詞です。je me le donne, je te le donne, je nous le donne, je vous le donne みたいな感じですね。で、三人称の場合には、主語に続いて、まずは直接目的語の le, la, les、その後に lui とか leur の間接目的語が来て、その後に動詞が来ます。こうやって一人称、二人称と三人称の時には、順序がちょっと逆転するのが、まあフランス語の、まあ、また醍醐味というしかありませんね。ロジックがあんまりよくわからないので、まあ覚えるしかない、ちょっと特殊な不思議なフランス語の感覚ですね。それでは、merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon courage et à bientôt. 次の動画でお会いしましょう。